知りたいですか？おいたわしや信長公、こんなにも軽くなってしまって。男は歩む。遮られぬまま惑う。己が手にするであろう新たな人生にただただ胸を高鳴らせて。それから11日、償いの時は来た。待ち受けるのは覇王豊臣秀吉により使わされた左腕石田三成率いる討伐軍。その陣幕には明智の窮地たる徳川家康の姿もある。しかし綻び始めた彼にはもはや関係のないことであった。間もなく、間もなくです。気象の安堵、濃厚の汗、宝飾の笑み、未来への望み、ああ、正当なる命。未来と罪。この道を下った先に、私が歩む先がある。私は晴れて人となり、そこに公の姿はない。認めてなるものか、三奪者風情が。秀吉様の分かるか光秀、恐怖はすぐに次の戦を呼ぶんだ。秀吉様からお預かりしたこの名馬、罪人の魂を歴圧するにはうってつけだ。どうかな、わしの知る光秀なら多分。いい馬です。共に興じた鷹狩りを思い出す。馬や牛を育て、それもいいかもしれません。大丈夫、私はもう刻んだりしない。家康、貴様は魔王の父だったな。魔王のために戦うというのか。いや、信長公は滅ぶべくして滅びたんだ。やむを得ない結果だったと思った。いいか、魔王への義理立てなど捨てろ。いずれ秀吉様の手で葬られていた男だ。やれやれ、お前は本当に歯に衣着せないな。せめてわしだけは忘れない。信長公、あなたの雄大なる瞳を。濃姫様、蘭丸、そちらではどうか安らかに。離れたからと恩を忘れる畜生ではないか。心しろ家康、すべては秀吉様の御ためだ。綿の抜けた顔で働くな。そう怒鳴んなよ、お前の方が疲れてしまうぞ。
塾が豊臣の力を浪費させた。やってやるぞ、三成様の手柄にするんだ。豊臣などではない、全ては家康様のために。力と恐怖の支配、それは必ず破綻する。その証明のためにも、光秀、お前を撃つ。私は人となり、何をしたかったのでしょう。経を読み、土をいじり、書を紐解く。なぜでしょう。誰もが私を殺しに来ます。私は人になってはいけない存在なのですか。魔王を討ち死者、三成様とはどちらが上か。諦めろ。三成、待っていろ、すぐに助けを送る。邪魔だ。貴様は己の神図でも守っていろ。戯れにお答えください。私はどのようにして過ごしていけばいい。どうして答えてくれないのです。ついにこの時が来てしまったか。避けて通れぬ道ならば、今ここで。貴様ごときが秀吉様の前を歩むな。氏め、寄るな。これは私のものだ。邪気が、その印を手柄に変えるつもりか。見過ぎれ。お前はそこで見ている家康、私一人でこと足りぬ。家康、なぜ貴様が私の残滅を遮る。私の意向など知らぬと言いたいのか。わしは目の前の絆をこれ以上失いたくはない。待て、三成、侮るな。
ろ。家康、邪魔をするなと言ったはずだ。違うんだ、わしにやらせてくれ。この決着だけはわしがつければならない。お前はもうこの世にいてはいけないんだ。その魂が皆を嘆かせ苦しめてしまう。諦めろ。貴様のことは半兵衛様から伺っている。この世で最も危険な中心だとな。私は誰ともあなたに尽くし、そしてなぜ本気を出さない。ろくな抵抗をしない。白人戦で私をあざけるつもりか。なあ、他の方法はなかったのか。お前なら信長公と違う形の絆を育めたはずだ。だとすれば、それはもう遠い夢の中だ。We'll be right back.